こんにちは。ハートありがとうございます。ハートありがとう。今日も大好き。ありがとう。少しなんですけどやります。せっかく今日はメイクをしたので。ハート星ありがとう。こんばんは。画面やばすぎない？スパさん、はい、ここ見たいたい、会いましょう。スパさんの発売です、今日です。パジャマです。幽霊ありがとう。結婚して掲載おめでとう。ありがとう。ハートありがとう。スパの撮影は夏でしたね。したの結構12風船ありがとう。あの12機が連続撮影をしてたので。野球ボールありがとう。野球ボールスパさんの撮影をしました。そして今日から発売なので、ぜひ皆さんゲットしてください。ハートありがとう。うちもゲットしたい。今ね、確かね、もらえる気がしますね。ハートありがとう。野球ボールありがとう。野球って言えないんだけど、野球ボールありがとう。ゲットします。ありがとう。いい写りでした。ありがとう。あとサイン入りチェキも発売じゃなくて、サイン入りチェキが抽選で当たるのかな。それもチェックしてください。風船ありがとう。サイリウムもありがとう。何これ、ワオありがとうございます。たくさんのワオ、3名様に当たります。リンボースターたくさんありがとう。ぜひサイン入りチェキをゲットしてください。野球ボールありがとう。リンボスターもありがとう。チキが当たるようにこの返信を見てくれた方に、ここみのチキが当たりますよ。幽霊ありがとう。YMCA だったらお友達にあげちゃうの。野球ボールありがとう。ね、ハッピーハロウィン、かわいい。ありがとう。ハロウィン、あ、ありがとう。メイク変えたね、本当に。こんばんは。かぼちゃたくさんありがとうございます。かわいいよねこのパジャマ。なんか今日感じ違う、マジ。ナイスありがとう。長野旅計画中、最高。それはここみん可愛くなったね。ありがとう。
お菓子たくさんありがとうございます。チーク濃いですね、確かに。今日触覚が太くなったかな。でも汗かくとマジこれになるの。缶オケありがとう。ハートもお菓子もありがとうございます。まぶめの写真可愛かったですね、ありがとう。11月におすすめの長野の景色いいところ、どこだろう。善光寺、高遠、松本城。ハッピーハロウィン、ありがとう。で消えるのうざい。かわいい土日国民に癒されてありがとう。こちらこそ。君の笑顔が透明感抜群だよ、ありがとう。ハートありがとうございます。善光寺渋いね。こんばんは初見さん、風船ありがとう。同期の生誕祭ですね。忍者村ある、忍者村ある。ちくまの方は行きます。ふう、ありがとう。スパゲットしたよ、あと2日の制服の目応募したよ、当たりますようにと。ありがとう。皆さんもぜひスパゲットして国民ゲットしたよって載せてください。パジャマお元気です。え、マジ紅葉が綺麗です。グレイト、ありがとう。マジ最近乾燥して目がやばいんですよね。ハートありがとう。え、なんか今日顔違うかも、確かに。かぼちゃありがとう。かもココミンのおはようボイスで毎日起きてます。最高ですね。金木犀いいよね。ちくま、え、これ読めるのすごいのかな。ありがとう。カオケ、そう今日はチークとリップを濃いめですね。確かにこうそっちの方がいいかな。愛してる。写真見たら大人っぽい美人になってる。ありがとう。やっぱり高一も終わってしまうので、仕事帰りの配信最中配信見に来ました。ありがとう。コメントもやば。23、24、25、28公演入るから、さすがですね。紅葉より伊藤ここみだよってすごくいい言葉をくれてるけど感じが違いますね。ハートありがとう。エゴレを押さない方がいい。それがピエンですね。おつにじラインありがとう、来てくれてみんなで。スーパーね、売ってないっていうのをね、売り切れてるみたいな、売ってないとか聞きますね。怪物だよ。やっぱセブンティーンが一番輝くって言いますもんね。ハートありがとう。なるほど、綺麗なの買ったよ、ありがとう。皆さんがゲットできますように、そして私も。ハートありがとう。スパ買いに行くね、ありがとう。セブンティーンがなんで輝くんだろう。一番だるま
野球ボールありがとう。お菓子もありがとうございます。風船野球ボールもありがとう。バナナセブンティーンかありがたや。売ってるかちょっと見てくるか。ぜひ見てきてください。一応女子高生です。お菓子ありがとうたくさん。カメコタイムの視線とき視線カメラに合わせに行った。なんかどの方が自分を撮ってるか全然わからなかったんですよ。初めてだったので。まずカメ子がでも目の前の方のカメラが自分に向いてるのかなって思いつつ、でも自分じゃなさそうだなって思いつつって感じでした。ずっとスパゲットしてよありがとう。星ありがとう。なかったです。悲しい。カメコさんの写真もありがとうございます。本当にお菓子缶オケありがとう。かぼちゃも常にストレートだよ。そうカメコ初めてでした。え、そう、そのどの方が自分のを撮ってるかが分かんなくて。スパがないよ。スパゲッティおつにじかみこさん可愛い写真いっぱいだと。本当にありがとうございます。撮ってくれた方風船ありがとう。お菓子もありがとう。おつにじバンドを優しく言っておかないと。購入しました。ありがとうございます。ハート、あげ、ありがとう。ハート、ありがとう。お誕生日ですね。見ました、今日の朝に。インスタグラムに載せているのを。話したいこと飛んだ。嬉しいです。でもそれえバンドいいですよね。お化けありがとう。ほののさんは何歳だ。22になったのかな。お菓子ありがとう。だるまありがとう。パジャマドライブサーダンがやってましたね。マジで緊張する。可愛すぎてありがとう。嬉しいですね。うん、ルーさんカードおめでとう。昔長野のライブハウスにもツアー行ったよ。え、すごい。いいね。え、消えてる方がいい。マジ。え、売ってました。ゲット、すごい。ナイスゲットですね。ここみおつにじ久しぶりです。初見さんになってる。変わっちゃってる。
つ煮し、え、おでん作ったな、ウィーナー、それ最高ですね。かわいいね、ありがとう。この顔、この顔好きなんですよね、するの。野球ボールありがとう。久しぶりにのんびり配信見てます。いいね、久しぶりに見れるのがいいね、のんびりと。コミンかわいい、ありがとう。エビユーチューいいの。楽器トランペットやってました。お化け、晩ご飯まだです。それ激辛パジャマじゃないんですよ。この顔がマジで好きですね。ありがとう。丸、野球ボールとお化け、ゲッターズ飯田さんの本を買ってよ。2025年ココミは幸せすぎて笑いが止まらない、やば。ちょっと楽しみ。2025年、笑いが止まらないであってほしいですね。日本酒っていいよね、日本を感じていいですね。誰もありがとう。エビとホタテのグラタンいいな。ハッピーハロウィン、ありがとう。ありがとう、3つのハートドラマ。ねえ、激辛パジャマか、これも。ハートありがとう、優しいね。ありがとう。楽しい一年になるよ。日本酒飲まないですね。バラ小判ありがとう。え、仮装したいな。おみちゃん久しぶり、おひさ。ハートありがとう。だるまありがとう。日本酒飲むと記憶が飛ぶ、怖いね。え、そうだよ、これでしょ、色違いなんですよ。これはなんかママが知らない間に、去年、違うわ、今年の2月とかから着てるパジャマか。結構もう配信で30回ぐらい着てそう、このパジャマ。これを着てるんですけど、そう、色違いがあるんです。もうこれを着る季節になっちゃったって思いながら、握手会の時のやつもめちゃくちゃ可愛い、ありがとう。可愛いパジャマでしょ。30回そのぐらいのレベルで来てたんですよ。もう寝ないです、まだ。私も吹奏楽部なの、奇跡。聞き交わないよな、ありがとう。白も青もいいでしょ。で、初見は1回しかないので記念です。ね、それならなんで色違いも買ったと思う、ママ。まあ、洗濯しても着れるようにだと思うんですけどね。2期なんだ。君は桃だよ。ココミンが好きな服のブランド、え、なんだろう。ジェイダとエモダさんですね。でもパーカーは頑張ってエクスガールさんを買ったんですよ。高かったんですけどね。レモス、ありがとう。パジャマ何サイズだろう、これ M とかかな。レモス、ありがとう。ラッパ吹いてるけど難しい。そうなんだ、むずそうだもん。
風船ありがとう。なんでコアミンが桃なんだ、不思議に思ってます。スナイデルって女性は人気だと思います。星ありがとう。ジラピ聞きますよ。ジラピキはね、あのファンの方がね、あのたまに送ってきてくれるんですけど、来てます。今日来て寝てましたね、あのジラピー系。そう、今日の朝、昨日の夜まであれですね、半袖で寝てたんですけど、朝起きたら寒くて。ハートありがとう、かわいい、ありがとう。スパ買ってきたよ、おめでとう、ゲット、ありがとうございます。星ありがとう。お化け、あと長野県じゃなくて、あの服とかにくっついてくるなんか植物いるじゃないですか、服にくっついてくるうざいやついるじゃないですか。それは長野県の人はバカって呼んでたんですよ。バカがつくとか、バカがくっついてるよとか友達に言ってたんですけど、それはあの方言だったらしいです。バカついてるとか、バカくっついてるよとか言うんですけど、方言らしいです。それお花指であげれないので、これでマジこの顔好きなんですよね。あのこの顔が好きっていうか、この顔をするまでの顔のあの筋肉を動かすのが好きです。クマありがとう、キョンシー。そう、くっつき虫とも聞くんですけど、バカって呼んでたんですよ。寄ってみますみん、ありがとう。え、新潟もか。方言なんだやっぱり。バカついてるよって言ってたんですよ。存在自体が好きだよ、ありがとう。愛知でも言うんだ、人によりけり。サイリウム、ハート、風船、野球ありがとう。え、教師ゆねさんと同じやつだったと思います、多分。25日の声待ってます。ひっつき虫か、バカって言ってた。それじゃあご飯食べてきます、いってら。ハートありがとう。でお見送り出れなかったので、また出れますようにと。生活音 ASMR、 ラブレターありがとう。 S5 卵のパックの開ける音だったよね、今わかるの、すごい。シナノの国は少ししか歌えないです。松本いいな。サンリオキャラ、キティ、キティ、え、でもママ料理作るのがマジでやばいくらい早くて、あの給食センターで働いてたんですよ。だからだと思うんですけど、食材を切るスピードとか、なんかマジ早すぎて怖い。マジで、あの早い時とか5分とかでご飯ができる。松本、あ
の保育園、保育園だったっけ、小学校だったっけ、中学校、なんかいろんなところで働いてたんですよ、給食センター。イエイ。はい、確か給食センターです。だからその給食を味わえたんですよ、家の食卓で。え、ミルメイク大好き。松本いいな。配信お疲れ様です。だからうちのメールが見たら、メールはマジで料理の毎日たくさんです。この歌はシナノの国です。シナノの国は、ここまま給食作ってくれてありがとうございます。うん、ありがとう。お化け受験は目立ちますね。グレート、ありがとう。12月初めて握手券取りました、ありがとう。楽しみに待ってます。おすにじちゃん今日も可愛い、ありがとう。ありがとう。野球ここみちゃんに会えなくて泣き泣きだったけど、ここはマジか、聞いてみる。またいいね、クリームシチューいいな。現地イベントの件取りました、ありがとう。ってことで読み段、お菓子ありがとう。松本いいな。13位はコッシーさん、ありがとうございます。12位はキュートかわいいさん、ありがとうございます。11位はヤマチン、ありがとう。10位はタロタン、ありがとう。9位はツボキチ、ありがとう。8位はプックン、ありがとう。7位ツカッチ、ありがとう。6位ライコー、ありがとう。5位レブロン、ありがとう。4位純喜ココミンの養分、ありがとう。3位マッチ、ありがとう。2位消防、ありがとう。1位アンキュー、ありがとう。アンキューさん、ありがとうございます。 Q1 ありがとう。松本いいな、ありがとうございました。おつ、かわいい、ありがとう。ファイト、ありがとう。ありがとう、ありがとう。皆さんゲットしてね、スパさん。お、ゲットしてね。強制ではないですぜひ気になったらですね、ゲットしてください。
ゲットバズ。ありがとう、来てくれた方もコメントくれた方もギフトくれた方もたくさんありがとうございます。ゲットしてください。握手会待ってますね。ありがとう。 See you。